これは。ええ、サラさんの羽で間違いないようです。これまでに得た情報通り、ミス・サラはここにいるということか。手分けしてサラの手がかりを探そう。もしかしてこの像がサラさんの言っていたムーア人なのかしら。私とエッジによく似ていたって。ムーアか。僕たちの遺伝子に組み込まれているという。はあ、なるほど。確かに少し面影はありますね。でもお二人に似ているというよりは地球人に似ている、そんな感じですね。地球と遠く離れたロークに同時に存在するなんて。ムーア人って何なのかしら。おかしいよね、その遺伝子が自分の中にあるっていうのに。レイミ、みんなこっちに来るのよ。この辺でちょっとだけサラの匂いがしたの。でも行き止まりだわ。まあそううまくはいかないか。自信なくしちゃうよ。さてこの先どうする。いつまでもここにいてもしょうがあるまい。サラがいるのはここじゃないのか。間違いない、絶対絶対ここにいるはずなんだ。ひらめいたにゃー。どうしたのメリタン。ナイスなアイディアが浮かんだんだよ。わからないなら聞けばいいの。聞くって誰に。もちろんトロップのイレーネ様だよ。イレーネ様。サラさんのお知り合いの占い師ですか。イレーネ様ならきっと何でも知ってるよ。なんたって賢者様で聖女様だもん。それはあなたの読んだおとぎ話でしょ。だってだってサラも会いに行くって言ってたよ。絶対サラのことも知ってるはず。リムも行ってみたいのよ。面白そうなのよ。どうするのエッジ。行ってみよう。他に手がかりもないし。そのイレーネなる人物を信頼できる根拠は。サラが言ったんだ、道に迷ったら会ってみたらどうかって。根拠なんてないけどサラを信じよう。